克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。さて、この番組記念すべきお一人目のゲストとしてということでですね、元 I wish のメンバーで奥様岡本麻里さんの旦那様として、最近バラエティ番組などでもよくお見かけいたします、音楽プロデューサーのナオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はこのラジオで菊池さんがこう実践されていらっしゃる筆跡心理分析をですね、はい、公開で体験していただこうと思いまして、お招きいたしました、はい、じゃあ奈緒さん、どうも今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、先ほど帰っていただいてですね、どっから言おうかなと思ってるんですが、はい、まず特徴的ですぐに分かるのは、はい、奈緒さんってまず行動しようよっていう感じですよね。物事は行動から始まる。だから思ったらやろうよ、うんうん、もちろん世の中には考えながらやっていこうって人もいるわけだけども、うん、奈緒さんの場合はまず思ったらやろう、やってから考えようぜっていうことで、行動するのが先だなっていうのもうすぐ分かります、うん、この中からですね、それと行動を始めたら、はい、自分で決めたら最後までやろうよっていう思いがまたすごく強い。だからこれっていいように思える人もいるかもしれないけども、はい、場合によってはちょっと愚直すぎるんじゃないの、あら、はい、なんかそれで損することないのとかっていう人もいるかもしれない。それぐらい一度自分で決めたことは納得してやる以上最後まで行こうぜって思いがとっても強いのが分かりますね。字からね、いくつも出てるんですよ、そういうのがね。出てるんですね。出てるんですよ。それ以外に奈緒さんの環境とか、はい、ご自身の仕事も通してなんだけども、変化をすること、はい、あるいは新しいことに出会うこと、はい、基本的に大好きなんですよ。大好きです。大好きでしょ。確かにおっしゃる通りで、それが、はい、ご自身のモチベーションを生んでると思います、うん、逆に言うと、はい、退屈なこと、ルーティン化したこと、あるいははっきり言うともう安全なことだ、うん、前からやってることでもう分かってるよってことはほとんど興味が持てない、退屈になってしまう、そういうところがありますね。なんとその通りです、はい、常に変化を求めたい。変化大好きですね、うん、だから場合によってはいい状態なのにあえて変化を作ってなんか危険なことをやってみたいなとこもあるかもしれない。自分から変化を作り出すってこともやりますね、う